はい、おはようございます。9月22日火曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図を確認していきましょう。今日は日差しが届くところ多くはなりそうですが、本州の南海上にある秋雨前線や、また昨日発生した台風12号が北上してくるため、西日本や東日本の太平洋側では天気下り坂となります。次第に雨が降りやすくなりますので、外出時は雨具をお持ちになってください。では全国のお天気アイコンでも確認していきましょう。西日本や東日本は日差しが届くところが多くなるものの、太平洋側では次第に雨が降りやすくなっていきます。特に沿岸部では激しい雨や雷雨、また風も強まってくる見込みですので、十分にご注意ください。外出時は雨具をお持ちになってください。また北日本方面も上空の寒気の影響などにより変わりやすい天気となります。日差しは届きますがにわか雨の可能性もありますので、こちらも外出時は折りたたみの傘があると安心できそうです。朝晩は肌寒い体感となるものの、昼間は気温が上がり過ごしやすい体感、また場所によっては暑さも感じられそうです。羽織るものなどでうまく調節を行ってください。以上、全国のお天気をお伝えしました。